こんんばはおっちですいきなり本題なんですけども僕の大好きな乃木坂46のメンバーなーちゃんこと西野七瀬さんが卒業発表しましたえー、っとですねあの卒業の時期、えー、タイミングあの卒業の発表があったのが、えー、もう本当にさっき 今日が9月20日なんですけれども、えー、っと9月20日の夜8時、本当にさっき、えー、本人のブログにて発表がありました。率直に申し上げますと、悲しいですね。えー、悲しいし、まあ、ショックというか、なんだろう、えー、っと驚きました。えー、まあ卒業を発表するタイミングとしてはね、この時期が、 まあいいんじゃないかなとは思うんですけどまあ卒業っていうのはね、えー、誰にでも訪れるものであるっていうふうには、えー、まわ、あ、かるんですけど、えー、まさかね僕はね奈々ちゃんがまだ卒業はしないんじゃないかなと思っていました、えー、まだ乃木坂46の中でやっぱりね奈々、えー、ちゃんがずっと、えー、活躍、まあ、活動していくっていう。 なんだろう予想はしていたんですけれども、まあ、その予想は何だろう外れたというか、えーまあ、なんかやっぱ突然ですよね、えー、突然今のタイミングということで、えー、卒業の発表が、えー、出ましたで卒業する時期ですねそれもさっきね、えー、な々ちゃんの奈々ちゃん本人のブログにて確認したんですけれども えー、なちゃんが卒業するのが今年いっぱいっていうふうな発表がありましたで今年いっぱいで卒業してからその後に卒業コンサートをするっていうような前代未聞の、まあ、新しい、えー、流れですよね、えー、やっぱ卒業したあとやっぱ卒業コンサートっていうのは卒業する前に行うじゃないですか でもなあちゃんの場合はすごく珍しい卒業した後に卒業コンサートを実施するっていうねそういう前代未聞のねスタイルというか流れですよね、えー、それはなんか面白いなと思いましたそれはやっぱなーちゃんにしかできないような、うん、なんだろうそういう自分のなーちゃん自身が持っているそういう力というかねそういう実力みたいなものがねあるのかなと思いました で僕はね、えー、やっぱこういうふうに動画をね、上げているのは、まあ、乃木坂46のファンだからっていうのもあるんですけど、何より、僕は乃木坂46の中でも、一番ね、なあちゃんを推している、もう、神押し、西野七瀬さん、神押しなんで僕は、えー、こういうふうに動画を出しております。動画を出さずにはいられないというような、ふうなね、状態でございます。 僕がなあちゃんのファンを始めたのは大体うんまあ2年くらい前ですかね僕が乃木坂46を一番初めに好きになったのは、えー、まあ23年くらい前で一番の最初の最初に推したのは、えー、マナッタンこと秋元真夏でその次にエクシャンこと生田絵梨花でそれから徐々にね、えー、やっぱり僕は なななちゃゃんんが一番好きなんじゃないかなと思ってそれからな々ちゃんを押すようになりましたな々ちゃんやっぱり天真爛漫まなねえー、まあ性格それが僕はすごい好きでなんだろう,こう自分を飾らないところそこは僕が非常に、えー、な々ちゃんのことを、えー、好きとしている理由ですまあ全部好きなんですけど やっぱ天真爛んまなそういう性格をお持ちの、えー、なあちゃんとっても素敵だと思いますやっぱ可愛いですよねなあちゃんって、うん、でそのなあちゃんがね卒業発表をして、えーまあ、悲しいということなんですよえーまあ、もうちょっといてほしかったなっていう、まあ、本音はあるんですけれども、まあ、なあちゃんがそういうふうに、えー、卒業をね、えー、発表した まあそういうね、なーちゃんの意思、まあ、考えっていうのがあると思うので、ね、それはしっかり、えー、なーちゃん自身のね、意思を、えー、尊重したいなと思います。引き止めるつもりとか全然ないので、もうそれはそれで、ねえー、なーちゃんが、なんだろ、これから歩んでいく上の人生では、すごい、まあ、なんだろう、大切なのかなとは思いますので、ねえー、僕はね、えーまあ、今も、 なあちゃんのファンを続けけておりますけどえこれからも僕はねなあちゃんのずっとファンでいたいと思いますというわけでなあちゃんこれからも頑張ってね僕はずっと応援してるよなあちゃんファイトえこの動画がなあちゃん本人までされますようにはい ということで、伝えたいことは多分全部伝えたと思います。えー、まあこれからもね、えー、ノキザカ46関連の動画はね、えー、まあちょこちょこ出していこうと思います。もちろんなんちゃんのこともね、えー、僕はやっぱり大ファンなので、これからもなんちゃんのことをね、語る時期はあるかと思います。ではでは、この辺でいいかな。はい、多分全部言いたいことは言ったので。 いいいいと思いますいやあなんちゃんこれからも頑張ろうではでは皆さん動画を見てくれてありがとうございました。